川端です。よろしくお願いします。今回は連立方程式を解きなさいという問題です。わからない文字が3つあって式が3つあるパターンなんですけれども、これ公立中学校ではですね、わからない文字2つ式2つっていうね、連立方程式はやりますけれども、わからない文字3つ出てくるのはね、普通やりません。なのでね、ちょっと開成高校の割には簡単じゃないかと思うかもしれませんけど、一応ね、中学校の、公立の中学校ではね、やらないよっていうことだけ先に言っておきます。はい。じゃあね、このね、連立方程式、じゃあどうやって解けばいいのかなというところなんですけど、まずね、一文字、消します。一文字消去します。で、パッと見たときにですね、この1番と3番で、これ XX でね、係数が1で揃っていて、なおかつこれ6分の1で揃ってますね。なんでこれ1番と3番うまく使ってね、まず X を消していきたいと思います。具体的に言うと3番からね、1番を引きます。3番の式 X 足す 3Y 足す 2Z イコール6分の1で、1番の式が X 足す Y 足す Z ですけれども、イコール6分の1ですけども、これをね、引き算することによってこの X と6分の1が消えてくれますね。したがって 3y-y で 2y、2z-z でプラス z イコール0。よって z イコールマイナス 2y という具合に出ます。そうすると、z がマイナス 2y と出ればですね、これ1番の式に z イコールマイナス 2y を入れることによって、そうすると x 足す y-2y、つまり x-y、イコール6分の1と。で、また、2番の式に、z イコールマイナス 2y を入れることによって、2x 足す、ここにマイナス 2y を入れるわけですから、y、引く引くでプラスなので、y 足す 2y で 3y になりますね。なので、2x 足す 3y イコールマイナス2分の1という具合に出るわけです。はい。そうするとですね、ここでね、またこれ連立すればいいわけですけれども、今度はね、X と Y どちら消してもいいんですけど、これ上の式3倍することによって、6分の1かける3で2分の1が出てきて、こっちもマイナス2分の1出てくるから、なんとなく良さそうだなってことで、こっち3倍しますが、3X-3Y イコール2分の1、2X 足す 3Y イコールマイナス2分の1と。で、これ足し算して、とこれ Y が消えて、これ、ね、2分の1も消えますね。2分の1引く2分の1で0。つまり 5x イコール0で x イコール0という具合に分かります。で、x が0と分かればね、ここに0を入れましょうか。0を入れることによって、0引く6分の1が、0引く y が6分の1、y イコールマイナス6分の1。で、y がマイナス6分の1と出たら、ここに y にマイナス6分の1、ここ代入することによって、マイナス2かけるマイナス6分の1で、z イコール3分の1という具合に、出ますね。ということで答えが x イコール0、y イコールマイナス6分の1、z イコール3分の1という具合になるわけです。で、まあ一応ね、まあ答えですね。まあちょっと代入して、確かめることによってね。まあ例えばこれ3番と1番の式を使ってやったから、2番の式にね、今最後 Z 出すときにね、3番と1番の式で2番の式にちょっと入れてみると、2X で 2×X が0足す Y、Y がマイナス6分の1、引く Z 引く3分の1イコール、これ計算するとマイナス6分の2引くマイナス6分の1引くマイナス6分の2でマイナス6分の3でマイナス2分の1という具合になって、あ、確かにね、これ合ってるなというところになりますよね。はい。ということで、これは答えだよということになります。はい。ということで、まあ、ちょっとね、わからない文字3つ、式3つということで、まあ、これはね、本来だったら高校生で習うものですけれども、どこで習うんだろうな。ちょっと今、パッと、今ね、ピンとこない。高1か高2でね、習うところだというふうに思います。以上で解説終わります。では。思い出した。高一の二次関数のところでね、習います。二次関数のところで、そうですね。この、y イコール ax2 乗プラス bx プラス c で、
で、ここで、なんか3点通るよっていう時に、なんか連立方程式解くんですけど、そのついでに、この分からない文字3つ式3つバージョンがね、出てくることを今思い出しました。はい。以上で解説終わります。では。